前回のカズグラ、カズさんの村からゴーレムがいなくなって早1ヶ月ぐらい経っただろう。いい加減警備隊が必要だ。そんなわけでゴーレムが発生するまで終われません。なんとか村人をやりくりやりくりして10人以上にしてみた。そして合計1時間半プレイしてようやく誕生。よし今日はせっかくだから前回続きのあれ行こうじゃないか。はいどうもこんばんは、カズクラでございます。いやー外あったかくなってきましたよね。福井県の雪ももうほぼほぼ行きましたよ。ほぼほぼ行きました。いやほんと春が来るって嬉しいよ。ほんでも今日はもう今日はあれするんだよ。うん、地味な作業。この村の方にはね、渓谷村っていうものがございまして、これどうしよう、もう壊した方がいいのかな。これ多分風の腰にカウントされるんだよなこれ。あでも地下の村人作るのもいいな。ちょっと待って、地下に、いや全然村人持っていくことあるから、これ一瞬残しとくわ。これうん一瞬残すことにしよう。これいやいろいろと忙しいな。で今日はねここ渓谷村をねまた将来的に作っていこうと思ってるんですけども、渓谷をつなげようかなと。やっぱさ渓谷地下にあるだけだと もうかわいそうじゃん。やっぱね陸もね一緒にしたいと思ってるんですよ。だからねここを、まあ、めんどくさい作業ではあるんだけどもつなげてくって作業。本日はジミ、いやこれがカズクラでございましょというわけで早速いきましょう。いや地味だよね。でもねこういう地味な映像が好きって言ってくれる視聴者さんもいるよね。いるよね。うんいるって信じてっから。うんならこういうとこもやってこっかな。ちょっと待って、大変な作業だぞ。で削りすあこれだと削りすぎるんだよ。普通のスコップだね。うん削りすぎることあるあるなので普通のスコップ持ってきました。あーちょうどいい。うん、削れる範囲がちょうどいいわ、ほんと。で、待って。こういうことだよね。こういうことだよね。おぉ、オッケーオッケーオッケー。こうやって、どんどん輪郭、長っ。いや、そういえばこれ、前、これを整えるっていうやつもね、やったんだけど、いや、めちゃめちゃ時間かかった。やばい。前回もめちゃめちゃ長かったんだけど、今回もやべえ企画やろうとしてるような気がする。どうしよう。俺はなんてことをやってしまってるんだろう。やっぱ男に二言はねえか。地味で面白くない動画が出来上がるかもしんないけど、それでもいい。たった一人でも満足してくれるんだったらそれでいいよ俺は。きっと喜んでくれる視聴者さんもいるはず。頑張る俺。いや超地味だな。なんだろうこの地味な映像。ほんでこれポロポロね、この渓谷の形にね合わせて上まで削っていくっていうだけでしょ。これ何やってんだろうこれ。やばいやばい、カンカン言ってるカンカン言ってる。ちょっと待ってろ、もうちょっと霧のいいところで終わる。ふぅ、いやー飛んだ採掘野郎になっちまってるよ今回。さあねよ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 。うわいいもんできいいもんできんのかなこれ本当。いや心配になってきた。よいしょ。あーよく寝たー。いやーところでみんなに聞きたいんだけど、全然できてねえ。掘削音好き？みんな。いやみんな、もし掘削音好きな方いたら、何の掘削音が好きかもね、また聞かせてくれよ。やっぱね、木材とかいろいろ形があるからな。あ、ほんで、本日、真面目な悩みが来てるみたいだね。何？翔太ポコナーさん。カズさんに相談してもよろしいでしょうか？今僕は14歳なのですが、薄着に悩まされています。挙句の果てには同級生にハゲハゲと絡われています。いろんな意味で先輩のいろんな意味？先輩？わかった。ハゲハゲ言われることもある。まあ、それが事実なこともあるよ。でもな、20年、30年後考えてみろ。ハゲハゲ言ってる奴らも、こちら側の世界に来るから。うん、そんなんでいいんだいいんだ。こちら側の世界に来るからな、そいつらも。ちょっと、こっちが人生の先輩なだけだ。ハゲという部門では。どうだ、回答になったかな？いや、もうどうせみんな一緒になるんすよ。うん。一緒。みんな、どうせ、あげろ、早く。全員あげろ。いや、全員あげろとかじゃねえけど。うん。いや、みんなね、まあ、どうせ似たような道にね、歩むんですよ、そんなものは。むしろね、ある意味そういった意味、人生の先輩になれるって、いいことなんじゃないんすか？さあ、ここら辺もしっかりとカットして、道は長いぞ。なんかね、効率的な方法をね、見つけれるといいんですけどね。よいしょ。まあ、ここら辺で地道にね、まあ、土張りながら頑張りますか。まずはね、下ブロックの採掘をしていかないと始まるものも始まらないんですよね。そう、どこまで削っていいのか。それがね、今回のまだ課題の一つでございます。
いやでもちょうどいいったらちょうどいい感じは攻めれてるような気するな。ここら辺はもう一気に削らせてもらえますか。あー真面目かお前。ただお結構できた。嬉しいよ。掘削音しかしてない。なんでこんな真面目になっちゃうんだろう。ああよく寝た。いや俺喋らなくなるんだ。俺マイクラ本気モード、いつも喋ってやりながら、あれは何なんだ。いや遊びじゃない、あれもある程度真面目にやってるはずだ。スコップなんかも、いや全然まだ足りてないし、スコップなんすかこれ、効率強化ついてるからね。はい、あ、いや安い。いや結構一晩で結構進んだなこれ、すごくない。あ、このちょっと、あでもなんだかんだで、ね、水かかるからさ、あともうちょっとだ、もうちょっとだな。ある意味の完成形までは。水かかっちゃうもんこれ。やべやべ、いかんせんやる気になってきた。これ順調よなかなか。あとね、一晩ぐらいでほぼほぼいくんじゃねえのかなと。うわーでもこれどうしよう。下まで光ね入るようになったから気持ちよくは気持ちよくなってるんだけど、いやマジどうしようこれ。いやここのね村作りも大変だぞ俺。よしよし、削る、俺にできるのは まずこの削る作業だけだけど。おや、なんか水の音が近づいてきたぞ。どういうことだ。もしかすると掘るラインはもうどっかここら辺までかもしんないな。ちょっと待って、上の方ちょっとチェックしに行こう。なんかイカのねゴボゴボっていう音がするんだよ。おーおーおお、あでもまだ攻めれるわ。あと123マス攻めれるな。あと3マス攻めよう。ちょっと待って、ライン引き行こう。ライン引き、よーし、希望が見えてきたぞ。よしこの調子でちょっとここのラインで作っていこうか。ありゃ、我甘く見てなり、まだ全然終わってないなり。うわでかでっかこの渓谷。うわいいのできそうだな。いや今回なんかリクエスト来るんじゃないですか、視聴者さんからね。よいしょ。あーよく寝た。いやこれすごいっすね。うわ爽快。あとここら、いやここら辺が長いんだな。まだまだ削っていこう。若干道も削られるような感じになるみたいなんだけど、やっぱ下がわからない限りはね何もできねえから俺これ。いやでもこれからもこういう聖地ものだな、こういう聖地ものの収録もねいっぱいやってきたいわ。こうやってね物が出来上がる瞬間をみんなと一緒に見たい。うん、これもねもう重要なコンテンツの一つですよ。くー、やっぱ削らねえといけねえのあれは。任せろ、こういうのであっても削る。俺はいつからこんな完璧主義者になってしまったんだ。こんなにも削るのが楽しいのか。OK クリア。ここら辺も削るクリア。あー見えてきた。俺は一体何をやってんだろう。いやここまでやったからにはねしっかりとねここ利用していきたいわ。ここまで頑張ったらさ、さすがに。待って、あぶらあぶらあぶら、見逃すとこだった。これもダメ、絶対数残しになるんだから。こんなもんバレなきゃいいなんて思ってちゃダメなんだ。そんなんじゃ数残しは一生終わらない。そしてエリトラも入手しちゃダメなことになってしまう。やっぱねそれ相応の人がねエリトラっていうものは持つべきだと思うから。まああと探しに行くのもめんどくさいなんて思ってねえからな。うん、あれ1個あるだけでねものすごい移動の幅広がるんだけど、あれあるとねもう馬さんとかもう全然捕まる。いやそれもねやっぱ考えもんなんですよ。もうトロッコとかさ白米も大好きだからまだやっぱ使うわけにはいかねえ。うん、あらまた次の夜が来そう。はい、次の夜ですね。うわー、また長時間撮影してるぞこれ。ハードディスクが圧迫される。ああ
遅れた。いや本日のあの音声の波形見れるんですよ。あのめっちゃスカスカだからね、本日の音声波形。いや見えるんですよ本当に、こっちから。いやこれはね、今日の動画短くなってそうな気がする。収録は長くても、こちらのトークの問題でさ、編集あってのやっぱ YouTube だと思って、 YouTube 動画だと思ってるからさ。てかこれ上から削るともうちょっと楽、うん、もうちょっと楽かもしれないな。上から多少は削った方がいいかもしれない。怖い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 。よいしょ。いやこれもね、エリトラがあるとね、体験できないドキドキなんですよね、結局のとこ。オッケー、見えた見えたっていうか、終わる。これではあ、長かったよ。これはみんな褒めてくれるんじゃないか、今回さすがに。よし、一歩一歩登って、よいしょ。はあ、めっちゃ綺麗やん。これ変なの見つけた。よいしょ。あー、めっめっちゃ綺麗なのできた。いやこれ渓谷村の第一歩でございますね。完全に第一歩ですわ。あ、なんかうまいこと地下とコラボレーションマジさせて。いやどうする、あっこまでの階段もね、やっぱちょこちょこ作っといた方がいいんだよな。よーし、ちょっとこれを機に頑張りたいなと思います。というわけで本日はね、こんな感じで終わりますけども、動画短く仕上がったかもしれません。さあこれが YouTube なんです。編集でもう裏頑張ってても短くカットされてしまうのが YouTube でもね、みんなが楽しんでいただけるんだったらそれでいい。また時間かかることでもいいからさ、あ、これこそライブしながらでもよかったのかもな。またね、リクエスト、全然受け付けておりますんで、こういうことやってほしいなどございましたら、ぜひね、コメント、ツイッター、よろしくお願いいたします。それでは本日このところで、またお会いしましょう。バイバイ、バイバイキン。